エルベシウス・クロード・アドリアン・エルベシウスは、18世紀、フランスの哲学者、啓蒙思想家。信仰のあったドルバックとともに、啓蒙時代の唯物論の代表的作家とされる。その名は、エルベシウスと表記されることもある。1715年、スイスからパリに移住した医者の家系に生まれる。エルベシウスという名は、スイスのラテン語コ名ヘルベティアのフランス語家。 父親ジャンクロード・アドリアンは、ルイ15世の王妃、マリー・レクザンスカの筆頭 D。イエズス会経営の学校で学び、1738年、23歳の時に王妃の引き立てで調税受けを委任となり、1751年まで勤めた。1751年に、グラフィニー夫人の名アンヌカトリーヌリニビルと結婚。結婚後、王妃のの地を購入し、 冬場を除く一年の大半を、パリ市内にある自分の領地で、学問研究に没頭しつつ、領地住民のためには、靴下工場を作った。徴税受け負い人の時代に試作を始めて、ボルテールの指導を受けていたが、徐々に哲学へ関心を移していった。最初の著作、精神論は、国王の出版許可を得て1758年7月に、刊行されたが、その直後に、 反動特的として、カトリック陣営から強い批判があり、同年8月出版許可が取り消され、公に販売することができなくなった。しかしこの問題はその後さらに拡大し、11月、パリ大司教訪門によって弾劾され、翌年1月、観光中の百科全書などとともに、パリ高等法院に告発された。判決は、告発された書籍の内容に応じて出され、 精神論は2月に紛書処分の裁定を受けた。この間、エルベシュースは自己批判の撤回文を数度公開した。これに続いて、同年5月にはパリ大学進学部によって断罪された。一方、この騒動の煽りを受けて、百科全書も出版を継続することができなくなった。精神論出版許可取り消しに始まる一連の出版弾圧は、 精神論事件として知られている。これらの騒動にもかかわらず、1759年5月には、ドズリーによって、精神論の英訳が出版され、エルベシュースの思想は、イギリス思想界にも影響を与えた。ただし、精神論観光当時は、英仏7年戦争の最中であり、エルベシュースが都営して、ヒュームラーイギリスの知識人と、 直接会うのは7年戦争終結後のことである。その後同じ思想のもとに人間論を書いたが弾圧を恐れて生前は刊行せず、この著作はエルベシウスの死後に出版された。大富豪だったエルベシウスは自宅にサロンを開き、当時の啓蒙思想家であるボルテールや百科全書派のディドロ、ダランベール、ジャーナリストのシュワールやイタリアの経済学者、 フェルディナンド・ガリアーニなどと交流した。このサロンは1771年にエルベシウスが没した後も未亡人が引き続き主催し、同メンバーのほか、下世代のイデオロジスト、関連学派、カバニスやデステュート・ドトラシーなども参加するようになって、二つの潮流を結びつける場となった。折からアメリカ独立運動に対する支援を求めるために突出したフランクリンもこのサロンの客となり、 エルベシウス未亡人に求婚している。エルベシウスと夫人との間には二人の娘がおり、いずれも貴族に課した。認識論の分野では、コンディアックの感覚論と当時最新の生理学の成果を踏まえて、人間精神の活動のすべてを身体的感性センセビレットファジークに還元できるとした。最初の著作、精神論は、コンディアックの回復原理を受け継ぎながらも、 霊魂不滅を解くコンディアックと異なり、霊魂の不死に疑問を投じた。社会道徳の分野では、公共にとっての利益が善の基準であると考え、ベンサムの功利主義やウィリアム・ホドウィンに影響を与えている。徳はエルベシウスにとって他者を考慮する政治的な感情、行動である。また、個人的利益を追求するように見える。 物理的感覚から公共の利益への思考は将来の予想や期待、教育によって道徳的感情を寛容することで形成し得るとエルベシスは考えた。そこでエルベシュースは人間論で快楽論に基づきつつ名誉心を重視し、名誉心を媒介として個人的欲望と公共福祉の調和を図る道徳論を主張した。ありがとうございます。